笑顔が印象的な美藤伊さん。近年は優しいお父さん役のイメージが強く、歌手としては明日の女王の主題歌を歌っていたことでも有名ですね。今回は美藤伊さんについてご紹介していきたいと思います。本名美藤伊佐青年月日1943年11月22日。 77歳。血液型 A 型。身長168センチ。出身地東京都。美藤さんは5人兄弟の末っ子として育ちました。お父様は寄せ芸人の3代目小竜亭各志さんですが、彼が3歳の時にお亡くなりになられています。そして、 お母様と後を継いだお兄様が芸事で家計を支えていましたが、10歳の時そのお母様も亡くされました。その後残された兄弟だけでは暮らしていけなかったことから、微藤さんは鏡小鉄さんに内弟子に入っています。鏡鉄太郎の芸名で曲芸師として17歳まで活躍。当時、 大卒の初任給が8000円くらいだった時代に、美藤さんは1ステージで700円から800円を稼いでいたといいます。中学生だったある日、師匠のお使い事の帰りに、お蕎麦屋さんから聞こえてきた音楽と、魂を揺さぶられるような歌声を聞き、全身が痺れたそうです。その曲が誰の曲なのかわからなかった美藤さんは、家に帰ってから、 様々なラジオの音楽番組を聞き、それがエルビス・プレスリーさんのハートブレイクホテルということがわかると、彼の歌や演技にのめり込むようになりました。実はその年、プレスリーがデビューした1956年だったというから、それは運命の出会いだったようですね。その後も彼の歌を聴いたり、映画を見ては影響を受けました。 そして、自身の舞台では、プレスリーの曲、監獄ロックなどを BGM に使い、伝統的な衣装の羽織袴から、細いマンボズボンに変え、ナイフやお皿を投げて、ロカビリー曲芸と呼ばれるほどに。1960年、リ藤ーさんら一座は、アメリカを一年半巡業で訪問。工業の合間に、ナットキングコール、 フランク・シナトラなどのステージを見たことなどが、その後の人生に大きな影響を与えました。そして日本に戻り、年季が明けた美藤さんは、師匠へ挨拶と歌手になることを告げたところ、本物の不良になるのかと言われ、破門されてしまったそうです。その後の美藤さんは、アルバイトをしながら歌手へのチャンスを伺っていました。 すると、大橋プロを紹介され、1962年、念願の歌手デビューを果たします。そして、あっという間に、テレビ番組、パントポップショーや、森永スパークショーにレギュラー出演するなど、活躍を見せ。1963年には、新春日劇ウエスタンカーニバルに出演し、以降連続出演されています。 同年5月に開催された第20回記念日劇ウエスタンカーニバルではプレスリー賞を受賞。1964年、アニマルズが歌った悲しき願いをカバーしたところ大ヒットし、人気ロカビリー歌手の仲間入りを果たします。そんな人気絶頂期の中、1966年に来日し開催された ザ・ビートルズ日本公演で、内田優也さん、寺内岳とブルージーンズ、そしてドリフターズと共に前座を務めました。前座が終わり、楽屋に戻った時、内田さんから、おい、見に行こうぜ、とステージの目の前に椅子を置いてビートルズの公演を見たと言います。その時のことを彼は、ビートルズを 二人で独占した気分でしたね。当時はボンボンの音楽だと思って聴いていましたよ、と明かしていました。1970年にはテレビアニメ明日のョーの主題歌を歌い、この曲もヒットし、尾藤さんにとって代表作となっています。また、1970年代からは俳優業にも力を入れ、テレビ、映画、 舞台での活躍も見せ、中でも市川昆監督の映画、またびでは、三人主役の中の一人として、独特で個性的な演技を見せてくれました。俳優としては、二枚目役から三枚目、悪役まで難なくこなされています。そんな美藤さんですが、ご結婚について調べてみると、奥様については一般人の方のようで、 詳しいことはわかりませんでしたが、お子さんについては娘さんが二人いることがわかりました。長女の尾藤桃子さんは1998年にシングルルトゥトゥルで歌手デビューしており、女優としても活動されています。また、三人のお孫さんがいるようで、現在の尾藤さんにとって大きな活力になっているようです。 そんな微藤さんですが、30代後半頃、ある病に襲われます。ご家族で食事をしていたところ、なんだか見えるものが暗いなぁと感じ、だんだん娘さんの顔が歪んで見えるようになっていったそうで、これはおかしいと思い、病院で診察してもらったところ、加齢黄斑変性という病気だということが判明。これは治りませんと言われ、 他の仕事で頑張ってくださいと言われたと言います。しかし、どうにかならないかと全国の眼科医を訪ね、評判のいい先生の情報を聞いては見てもらい続けましたが、どの先生からも治りませんと言われるばかり。そんな中、ある先生から、加齢黄斑変性は治らないから仕方がない。病気と付き合いながら、 それでもできることを見つけて頑張ってくださいと励まされました。それから年を重ね40代、50代となっていくと見えない部分はゆっくり広がっていったそうです。しかし家族を養うため落ち込んでばかりではいけないと微藤さん。幸い目が多少見えにくくても歌うことはできますしお芝居だってできます。 仕事ができるうちは、とにかくこの仕事に全力で取り組んで、いよいよ支障が出るようになったら、その時にできる仕事を探せばいいと考えました、と語っていました。日常生活ではこんな不自由なことも。相手の顔を直視すると、のっぺらぼうのように黒く塗りつぶされて見えるといい。視線を外して会話することになるので、 相手に失礼にならないように、初対面の人と話すときは、病気のことを伝えるようにしているそうです。また、ご自宅に帰るときも、あえて裏通りを使い、ご近所さんに気づかれないよう帰っているそうです。ご病気でご苦労をされている美藤さんですが、2020年11月には、中尾美恵さんとのダブル主演映画、 感謝り、ずっと一緒にに出演。この作品で、微藤さんは21年ぶりの映画主演ということで、お話をいただいた時は、主役が僕って、とマネージャーに聞き返してしまったそうです。また、2021年10月12日から、舞台、浜辺の朝、俺たちのそれからにも、ストーリーテラーとして出演します。 今年77歳のリトウイサオさん。これからもご病気とうまく付き合いながらお仕事を頑張ってほしいですね。今後のご活躍を楽しみにしています。最後までご視聴いただきありがとうございました。